車椅子を自在に操るスピーディーな試合展開、車椅子バスケットボール。使用するコートやリングの高さなどは健常者のバスケットボールと同じですが、車椅子バスケットボールにはダブルドリブルはなく、選手がボールを持っているとき車椅子を手で漕ぐプッシュは連続2回まで可能で、その動作を何回でも行うことができます。また選手は障害の程度により1点から 4.5 点までの持ち点でクラス分けされ、コート上の5人の持ち点の合計は14点以下にしなければなりません。ここで注目ポイント、車椅子を操る華麗なテクニック。選手たちは車椅子と一体化し、さまざまなテクニックを駆使しながらチームを勝利に導きます。卓越したボディバランスで片輪を上げ高さを稼ぐティルティング、そして自らが壁となり味方の攻撃を助けるスクリーンプレー。ぶつかるところをかわしたりとかしている部分の細かい車椅子操作なども注目していただけると嬉しいです。勝利の鍵、車椅子バスケットボールは個々の力が集まったとき最高のパフォーマンスを発揮します。個を生かしたチームプレーでゴールを狙うこと、それが勝利の鍵となります。